はい、おはようございます。吉尾です。本日も仕事を頑張ります。で、先日はツタヤでですね、なんだっけ、ツタヤでジャスティスリーグ、ジョジョの奇妙な冒険、マイティソー、あと魔女のジブリのやつで、僕のワンダフルライフっていう DVD をブルーレイを借りてきました。で、昨日はジョジョの方をかん鑑賞したんだけど、何気に結構邦画のあのアニメからのさ、実写版ってあんまり面白くないものあるじゃないですか。でもジョジョは結構面白かったんで、ジョジョ好きな方は借りて見ても、良いかもしれません。はい、第1部第1章ってことが続くと思うんだけど、よかったらぜひ。お疲れ様でした。本日はもう仕事を終わりにして帰ろうと思います。だいたい暇の時はね、仕事帰る時間とか自分で設定して決めてるんだけど、今日はバタバタしたんで遅めになりました。昼休憩も15分くらいしか取ってません。はい、お腹空きました。で、本日はちょっとお話ししたいことがありまして、4月の2日、本日4月の2日よりですね、今までドローンの許可申請っていうのがちょっとめんどくさかったんだけど、それが、スマートフォンやパソコン、ネットからですね、パパッと許可申請ができるようになりました。で、前からネットで許可申請できてたじゃんって思うかもしれないんですけども、国土交通局の、中にあるそのシステムが使えてなかったみたいで、ネットからは事実上許可申請メールを送ったりはできるんだけど、できなかったみたいです。で、メールに添付して僕がやった時はですね、まだこのインターネットから簡単に許可申請が取れる状態ではなかったので、まず自分で優しいお兄様古賀さんにですね、許可申請のやり方を教わり、まず、ネットでMac なんでワードがないんですよ。だから、ページズっていう、アプリでですね、アプリっていうかソフトで、Mac のやつを、ワード、Mac で、Windows とかのワードを無理やり開いて、それを Mac 用に変換したものを、いじってですね、許可申請書を作って、また、国土交通局に送るときは、Mac で作ったページズとかで作った、書類はですね、向こうで読み込めないんです。だからそれをまたワードの形にですね、変換して送ったりっていうことを 3,4 回ぐらい繰り返して許可申請取ったんですね。で、私は日本全国の許可申請が降りてるんで、日本全国どこでも飛ばせます。まあもちろん皇居とかそういうところは無理だよ。絶対無理なところはあるんだけど、ここはまあ空港の周りとか、ただ結構いろんなところで飛ばせるんで、許可申請取ってよかったなと思います。で、ネットでできるようになった許可申請っていうのは超簡単で、名前書いたりとか、その機種書いたりとか、飛んでる時間を書いたりっていうように、なんて言うんだろう、登録フォームみたいのがいっぱいあって、それをどんどんこなしていけば、多分知識があれば簡単に誰でも許可申請が通るんでないですか。はい、だから4月2日からの許可申請、ちょっと画面にどんな感じの画面かっていうのをこの辺にですね乗っけときますけども、ちょっと僕も覗いた時に、多分今日からだからすげえ混んでて回線が重かったんだよね。だから夜とかになれば空いてんのかな。だからドローンもし持ってて許可申請まだ通ってないっていう方は今日やった方がいいと思いますよ。あれがあればドローン人生ちょっと変わると思うんで。で、一つここでちょっとお話ししたいことがありまして、許可申請、まあ誰でも取れるようになるとするじゃないですか。で、僕がちょっと懸念してるのは、もし
どんな人でもその許可申請が通ってしまったら、例えばもう本当に街中でバンバン許可申請あるからって飛ばすわけでしょ。で、今まで許可申請があったから、ルールとマナーを守れる人たちがきちんとこの許可申請を取って飛ばした状況っていうのがあると思うんですよ。ただ、誰でも彼でもそのドローンの許可申請が通るようになって、どこでもバンバン飛ばせるようになったら、多分前の二の前だと思うんだけどね。どん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 規制が厳しくなってきて、ドローン飛ばせる場所がなくなってきて、都内なんか本当もう23区全滅なんですよ。で、申請があって初めて飛ばせるみたいな。だけど、その申請が誰でも彼でも取れるようになってしまったら、ちょっとね、またすげえ規制が出てきて、自由が奪われそうな気がしてちょっと怖いです。ただその辺は頭いい人たちが考えてるからちゃんといろいろ考えてくれてると思うんだけど、そういう風にならないように、みんなでマナーとルールをちゃんと守って、ドローン、楽しいドローンライフをやっていって楽しんでいこうと考えましょう。はい、何言ってんのね。では帰ります。お疲れちゃん。これからパン買ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりです。久しぶりです。はい、本日の吉尾ブログの、後半戦、なんと杉浦さんが、シネマジャックの杉浦さんがお店にいました。お久しぶりでございます。お久しぶりです。ありがとうございます。初めて。こうやってね、はい、さんと動画撮ること初めてなんで、本当初めてですよね。意外なんですけど、ね、ここで何度も喋ってるけど、ね、動画は初めてですね。初めてです、はい、キャサリンさん、キャサリンさん今度対談しましょうね。キャサリンさん、はい、まあちょっとだだ流しで撮りながら普通に飲んでる姿を、はいはい、出すんで、別に映画の話も しないですし、いや、してくださいよ。しないですし、せっかくですから。あ、じゃあここでせっかくなんで、はい、じゃあせっかくなんで、ちょっと今日の動画ちょっと長くなったら本当申し訳ないんですけど、途中で見る方は止めてもらって構わないです。ただ10時まで帰るからな。10時まで、チャンネル登録と高評価とコメントはよろしくお願いいたします。お願いします。あと杉浦さん あのシネマジャックのチャンネルもあるんで、最初にみんなが切る前に最初に言っておきますけども、 YouTube チャンネルシネマジャック、シネマジャック、酔いどれシネマジャックで、はい、酔いどれシネマ、よろしくお願いします、はい、ぜひ一つ忘れてませんか。あ、ですね、マスターの、ザ・カレッソの音楽最高のロックの YouTube チャンネルもあるんで、概要欄に全部貼っておきますから。ありがとうございます。ただ最後に出てくる顔のマークは多分2個までしか乗っけられないんで、あれは乗せられないです。いや、僕の2個乗せる。なんだよ。揉めるじゃん、だって。揉めるから、揉めるから。まあ、ややこしい。概要欄に、はい、動画の下の三角を押したボタンの先に、飛べるようにしときますんで。よければ、古賀さん、登録してください。お願いします。ドローンの、お兄様なんで。ドローンのお兄様。どうもですね、よろしくお願いします。じゃあちょっとせっかくなんで、はい、あれですよ、杉浦さんが泣いたという、はいはい、僕らも見てるじゃないですか、はい、リメンバーミーです。おお、はい、いいですよ。だからそれ多分個々に見てる部分が多分違うというか、はい、うん、わしやったリメンバーミー借りたままですから、うん、でも良かったですよね。良かったです、良かったです。ただ僕は最初に、リメンバーミーを見る映画を見る前の、カレンダーみたいのでかなり嘘をついて、うん、適当に想像しちゃったんですよ。
あの犬は予告編ではだから僕はあの死んでる犬で少年が あの世に行った時にそこであの飼ってたペットとも再会ができて一緒に冒険をする物語なのかなと思って、それはそれでなんかいいかいいですね。僕の頭の中ではすごいこう妄想が広がって、いやこんな虹の話的な話のある映画最高じゃないかと思ったら痛いわけじゃないですか。でもあれはあれですごい良かったですよね。良かったです、良かったです。あ、まあちょっとね、ちょっと待ってください。ネタバレはダメなんですよ。ネタバレは、いやもうでも、うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。もういいっすよ。結構ね、ネタバレありで、ね、あ、ダメだ。ダメだ。ダメだ。キャサリンさん見てないもん。あら。あ、それじゃあダメです。あら、軽いネタバレはなしの、なしですよ。あれですよ、あれ何も知らない状態で見た方が良かった。すごく良かった。まあ確かに。はい。ちょっとマスター映ってないもん。いいですよ、いいですよ。押してみます。あのなんかこのなんかやらしいのかな。これね。やらしいんです。分かりすぎだろ。分かりすぎだろ。まあ、日本人は分かってるんですよ。そうなの？そうあ、まあ、日本人なんですか？あんまり言うと怒られちゃいます。だからリメンバーミーですよね。リメンバーミーは、はい、本当まあもう監督さんとか特にもうトイストーリーの人なんだけど、トイストーリー3僕好きなんですよ。何かっていうとこれはもうネタバレいいけど、最後にあの少年の元を離れて他の子供のうちにお人形さんたち、うん、おもちゃが行くじゃないですか。それっていうのはこの物語っていうのは永遠に続いていくっていう、うん、その子供も大人になってまた新しいトイストーリーの物語がこういろんなところである。だから僕らのうちにも子供の頃からあったおもちゃたちの行く末とかこう気持ちとかっていうものがもう全てそこに凝縮されたエンディングになってるような気がして、僕はすごい好きなんです、うん、いいね。なかなか鋭い視点で、そこしか覚えてないんですそういうことが飽きる。ある意味その大人がね、見ることを前提にしてるっていう意味でもありますよね。そういう意味じゃね、うん、あすごい良かったんですけど、うん、今回のリメンバー目に関しては、うん、本当にやっぱりあのすごい泣いちゃって、うん、そう映画見ながらもう最初の頃にほらおばあちゃん出てくるじゃないですか、うん、でもうあれでもちょっと自分家のおばあちゃんとか思い出したりとか、うん、こういろんなことを思い出しながら見ちゃうんですよ、うん、でこのおばあちゃんはもうこんなだけどそのうちこれ多分なくなっちゃうんだなっていうのを勝手に想像したりとか、まあ、家族のねやっぱ物語ってそういうねところありますよね、うん、いちいち泣きますよ。これ写真が落ちてこうピロッてめくれてこうギター持ってた時のも泣きましたし、うん、泣いた泣きますよね。こう結構序盤から泣きどころいっぱいありましたよね、うん、あの映画って。だってもう映像だけですごい感じですね。死後の世界は本当にもう泣いちゃいますね。あれ見ただけでなんかうっていうくるくる世界でしたね。そう絵的にねすごい綺麗だったし本当に深い絵でしたね。絵でいいのかな。絵ですね。絵と CG え CG か、うん、死者っていうとなんか冷たいね感じって普通イメージするけど、はい、むしろあったかいじゃないですか、うん、すごく映像そうなんですよ、ね、あの死後の世界というか、まあそこのあの後にもしかしたら死後の世界があって、あそこは死者たちが行く通り道の街なのかもしれないじゃないですか。だけど、その初めてこう映るシーンあるじゃないですか、あの街並みが。なんか、あんなにワクワクしたことってね、何これって。そうなんだよ、それやっぱ映画館でぜひ体験してほしい。そうですね、やっぱ臨場感たくさん深いんだもん。なんかすごいですよね。だから、しかもこうやっぱりやってることは現世と変わらないじゃないですか、はい、こう音楽があってここになんか楽しんでて、例えば突拍子もなくあの世に行った瞬間になんか何かが変わってしまってたりするとこうあの世ってもちょっと違うものになっちゃうんだけど、この世にいた人があの世でも同じようなことをして楽しみながら、そうですね、まだちゃんとね、あんま言えないけど、うん、あの言いたいことが言えないな、そのやめとこう。あ、危ないですね。まあ、なるほどね。マスターなんかほら、音楽やっててさ、ギター持ってるから、うん、あの少年が多分ギターをですね、亡くなっちゃった瞬間の気持ちとかは多分人一倍わかるでしょ。あれはね、
あの潰し方すごいって思う。こうじゃなくてこうくるこうって、まあね、だからリアル、逆にリアル、リアル、うん、怖かったんですよね。だからあれが逆にこう怖いですよ。あんな風に大切にやられたらもう自分だったらどうなっちゃうだろう。まあ、一瞬夢をね、こう叩き潰されましたね。あれちょっとね、ひどかったというか、もうひどいけど、あの全員好き、そうね、あの家族は本当もう全員好きですよ。そうだから、うん、そう映画ってそうだと思うんですね、うん、全員好きな映画って本当に後々残るし、残るし、もう一回見たいと思います。そうですよね。嫌なやつ出てくるとちょっとね、うん、なんかもう見たくないなっていうのも出てきちゃうじゃないですか、飽きるって、うん、それはない映画です。そうですよ。おばあちゃんなんかもね、そのあの男の子にとってはミゲルにとってはある意味そのなんか邪魔というかね、夢をちょっと阻む相手なんだけども、うん、その根拠はやっぱ愛情。そうですね、愛情なんですよ。だからめちゃめちゃこう頬ずりしたりキスしたりとか、うん、序盤からいっぱいあるじゃないですか、ね、うんうん、そう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 、だから大人はやっぱそういうところも含めてね、やっぱ自分が親だったり孫に対してどう対峙するかってこともイメージしてみてもなんか素敵だったりするじゃないですか。また子供は子供、大人は大人の視点で見てね。そうですね、子供から親に見れる、そう、そう、ああ愛を感じましたね。骨がおしゃれだったでしょ。うん、骨がこう柄がおしゃれだな。でもだからあれはあれでしょ、そのメキシコの死者の日っていうのも日本と違ってさ、すごい飾りつけるじゃないですか。だけど僕嫌だったのが、これちょっと嫌だった瞬間、亡くなった時の姿。あ、それね、言っちゃっていいのかなって、うん、いやでもみんなそうじゃん、おじいちゃんもいるし、まあね、だから年取って亡くなったらその時の姿のままになっちゃうっていうのだ、自分の。あ、そうか、そうなんですよ。一番なりたい時の姿で入れるんであれば、そうなんですよ。だから年取って例えば90とか100で死んじゃったらその姿のままお骸骨になっちゃうわけじゃないですか。でもこれあの僕はあのずっと子供の頃から考えてきたんですけど、死んだらあの 大好きだったおばあちゃん、死んじゃった先に死んじゃったおばあちゃんに会えると思って生きてるんですね、はいはい、そうしないといい、辛くて生きていけないやって思いが好きだったから、はい、そうするとでもお互い好きだった自分が死んだ時にお互い好きだった頃のお互い一番欲してた時の姿のまま会えると思ってる。会えます。でだからあの見かけは旗から見たらこうリベマミみたいになってるけど、個々、うん、に見てるものが違うと、違うって、うん、おー、はい、なるほど。だからじゃあそれじゃない、ちょっと言っちゃっていいですか。何を。ネタバレ？リメンバーミーだけど、死者の話じゃないですか、うん、で死者の話でペットもね、すごいいい、僕が救われた話があるんですけど、あるんですよ。ただこれを話すと僕の仕事がバレる可能性、でも本当これ本当 YouTube で一回話したかったの。言ってください、ね、で仕事のことは言わないですけど、うん、前にあの台湾の、うん、人がいたんです、お客さんで、うん、でちょっとまあ車で一緒にお客さん乗せて、でちょっとこう亡くなったペットがいると、でちょっと運んであげて、まあ、変な話もうバレちゃいきちゃうんだけどまあ要するに猫が亡くなっちゃったんです、その人は。だからこれからお葬式をしたいわけですよ、ペットも。でもその人が急に僕と話しながら、うちの猫の吉尾の猫、俺の猫で、これは多分言っちゃうとやっぱりその僕は途中からですからね、でも本当に愛した猫なんで、大福っての子がいて、うん、でその子の、病気とか、うん、最後亡くなる時の状態とか、あの全てをどんどん話してくるの。え、急に後ろの席からね、俺は運転してやっぱりこう、え、話しながら行くわけじゃない。その人は霊が見えると。で人間は見えないと。だけど動物のその霊は見えると。で今ここにいるって言うんですよ。俺の助手席に、その子が。大福が。そう。たまんない。それで俺基本的にさ、そのまあ、心霊とかそういうミステリー系の話とかそういうものは結構 UFO とかもいると思ってるんですよ。だけどほとんどが俺嘘だと思ってるの、うん、テレビとかで出てくるもの
全部本当に信じられないし、やりすぎだって思ってるんだけど、俺しか知らないことを話されたら信じざるを得ないじゃない。で、まあちょっとがんだったんですよ。扁平上皮がんっていう顔のがんで、だん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 こう顔がどんどん腫れぼったくなってきちゃって、大変ながんなんですよ。でそれを全部言うんですよ、当てるの。でなんでそうなんですかって言ったら、今言ってるって言うんですよ。そうでもさ、おかしいじゃない、猫だから喋れない、喋れない。そしたらね、いいこと言ってくれて、動物って例えばじゃあ亡くなるじゃないですか、ペット亡くなった瞬間に魂がポンって抜けるんだって。その要するに人間だとお葬式するじゃない、だけどそのお葬式する動物っていうのは死っていう概念がないから、魂がポンって抜けた時にもう本当にもう自由になって、スーパーマンみたいにくる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 飛ぶんだって。好きなように飛べるらしいんですよ。もうそれで自分が一番なりたかった時の姿、元気な時の姿とか、自分が一番その時にこう求めてる姿に瞬時にパンパンパンって変われることができて、で自分が思ってた行きたい場所とかあるじゃないですか。例えばじゃあ、ね、その猫が若い頃にどっか田舎の方に住んでたとか、そこのマンションに住んでたとか、あの人に会いたいとか、もう時代の概念関係なくタイムスリップのように好きなところに自分の思い描いたところに瞬時に行ける能力ができるんだって。で今その子はここにいる。で、あの世に行ったりこの世に来たりっていうのを好きな時に来れるんだって。だからこっちが望んで呼べばすぐそばに来るし、だから絶対にもし亡くなったペットがいる方は、家にご飯をいつまでも飾っといてあげてほしいんだって。食べに来るから。で減らなくても、それはご飯が減らなくても、要するにまあお供え物だから食べれることができるんじゃない。リメンバーミーの中でもこう食べたじゃない、こう透明になってるものとかを。でそういうことだと思うの。そうで、それが思った時に、僕はほらペットがさ亡くしてさ、やっぱりこうやりすぎちゃった、まあ、あと病院行ってすごい治療してすんげえお金かけたんですよ。そうだよ、知ってるよ。もう本当にもうピンチのピンチになるまで金かけたんですよ。で、癌だから病院2軒ぐらい回って、もう顔がどんどん腫れてきちゃうので、まあ余命本当に1週間とか言われて、ある病院に行ったら次の日の朝に、本当にもう夢を見たかのように元通りの顔になったんですよ、腫れてたのが。で、こんなことってあるのと思って、やっぱり病院にそう、やっぱり行ってあげれば元気になるし、もうその時その大福は19歳だったから、どっちにしろ多分寿命が来るじゃないですか。そしたら綺麗な顔のまま今の状態を保ちつつ、亡くなる時に寿命が先に来る方がいいなと思って、そしたらじゃあこの城をちょっと、城つか薬をちょっと入れるだけなんです。それは薬草の治療なんですよ、だから痛くもなんともなくて、薬草をちょっとベロの上にペッペッて垂らして飲ませてあげる治療なんですけど、もうそれ最初切ったんだね。だけど薬って面白いもんで、同じ治療を続けてるとだんだんそれがやっぱり効果なくなるんだ。だから歯が痛くてロキソニン飲んでも慣れちゃって効かなくなるようなもんで、だから最後の方もやっぱり薬効かなくて、毎週毎週病院行って何万も払って、だけどこう顔どんどん腫れてきちゃって、もう寝てる間にこうベッドにベッドに血がついちゃって、時々この辺をカッターで切ってあげて、生み出してあげて、で絆創膏貼ってっていう生活を続けてたんですよ。で結局それって多分人間のエゴで、僕がやってあげたいと思ったことはその子にとって多分無理やり生かしてたってことに、延命はしたくないとか言っときながら、それが逆に延命だったのかなと思って、最初に2週間の後寿命って言われた時に、もしじゃあ美味しいものいっぱい食べさせてあげてくださいとか言われて、その通りにやってればここまで辛い思いしなくて入れたのかなとか、いろいろすごい考えたら、その人が
なんだけど、そんなことないっていうんですよね、うんうん、それは結局痛みは人間ほど感じないなって動物って。だからそのなんでこう人間がそこまでやってくれるっていうのを、うん、動物は生きてるうちはあんまり理解できないんですよ。病院行っても怖い思いするし、苦い薬飲まされるし、あのなんでこんなことされながら生きていなきゃいけないっていう多分感覚あると思うんですよ、うん、点滴したりする時も家で毎日やってたから。だけどそれが亡くなった瞬間に全て理解できるんだ。だから人間の言葉も理解できるし、今までやってもらったことも理解できるから、うん、やってあげればやってあげたほどその子は亡くなった後にちゃんと気持ちが伝わると。素晴らしくない？死んだ時には全部全てが分かる。そうで、これは多分これ見てる人にあの言いたいんですけど、亡くなった後に、ドアがいっぱいあるらしいんですよ、通り道に。亡くなって通る道にドアがすげえいっぱいあるんだって。いろんな色のドアがあるの、赤とか紫とか白とか、こういろんなドアがあって、その中でももう白を通り越した本当にまっさらな白のドアに入ればその子ともう一度会えるらしいです。多分それは欲望とかでそこに入った瞬間にこう生まれ変わったりとかいろんなことがあるらしいんですけど、真っ白な本当にもう汚れのない色のドアの中に入ることによってその子と出会えるらしいです。だけどそのドアっていうのは多分自然と通れるんだって、もし出会いたいと思ってれば。だからずっとリメンバービーじゃないですけど、そのあれはほらこの世にいる人が写真を持って忘れないようにっていう気持ち。だから動物とか人間もそうですけど、亡くなった人のことをまたペットのことを忘れないでっていうのを多分伝えたかったんだと思うんですけど、その人が、うん、素晴らしいじゃん。すごいよ。だってね、その例えばさ、注射をさ何回も失敗してこう穴突っ通しちゃったりとか、こう背中引っ張ってもう痩せてきちゃうから、で薬のこのあのなんか変な緑の薬が苦かったとか、俺しか分かんないそのことを全部言うの、マジで。だからすごいね、本当素晴らしいから、すごい、本当だよ、うん、そうすげえと思って、うん、それはちょっと感動して、こう、いや聞いてなかったねそれね。いや忘れてるんですよ、普段忘れてて、すごい悲しみにくれてるお客、あの客、まあ、客って言うと変なんだけどバレちゃう、お客さんっていう時間ね、うん、すごい悲しみにくれてるそのペット亡くした人がいる時にふと思い出すんですよ。ふと思い出してその人にその話をすると、うん、やっぱりこうちょっと安心するというか。これはあれですね、いい話というか、そうですね、びっくりする話だから、うん、あれですよ、これはいいからあれだな、今日はこれ吉尾チャンネルだね。いやでも吉尾ブログでやる、いやダメだね、吉尾ブログの方がそこ議論する吉尾チャンネルだろ、このいい話は。今ね、吉尾チャンネル話だよ、今。じゃあ吉尾チャンネルであげると、あ、そっか、そうなんですよ、だから、ね、なんか一発でも僕の知らないところで音楽が流れたりとかしてチャンネルごとなくなる瞬間があるんで危ないですよ、1ヶ月だけ危ない。だから1ヶ月経ったらこれカットして、もう一回向こうにも、はい、それぐらい、あの今の話もう一回聞きたい話だから、うん、そうした方がいいと。これでも本当に動物飼ってる方は、多分その国その国で、多分でもその人は見えるだから悲しくないんだって。これから葬儀をしたりとか、これからお別れをするんだけど、もうきちんとお別れも済んでるし、見えてるから、だから一緒に今来てるっていうのもおかしくない？その人見えるからね、うん、見えないと話はね、もうどんどん思えただけでもう泣きそうだもん、俺も。で、一緒に、だから仮装に、まあ、うん、あ、あの要するにお葬式にね、ペットのお葬式、要するに行くと、うん、行くという話をした時に、待ってると。なんかよくわかんないんですけど、道の途中で待ってるんだって。だからめんどくさいから行けない的な話をされたから、笑いながら、うん、来ないみたいに言ってたよっていう話をしてて、
そんな能力があったらなんかすごい人を多分助けれるじゃない。そんな能力があったら、このやはりこれ動物と会話できる人いたじゃん。もうその人はテレビにも出ないし何にも出ないし、それが本物なんじゃない。すんごいボロ、まあまあすんごい本当別にお金持ってるわけでもないし、だからこう本物なんだよ。だからそれ儲けることできるじゃんそれ。もう使えちゃうんだって。普段はなるべくこうなんか見ないようにというか、なんかその切り替えがあるみたいで、やっぱ日常生活ですね。そうですそうです。シックスセンスじゃないですけど、多分そのスイッチがあるみたいな、そう見ようと思った時と見えたら、その時はたまたま何も言う前にどうしてもこうその大福がそうだよな、あの時すごいね言ってきてたみたいだけど、その病院を俺に紹介してくれたんだもんね。そうですよね。だから俺ね、これ話してると泣いちゃうんですよ。泣いちゃうやばいもん、やばい。そうですね。はぁ、ウマさん、鼻が見込まっていいですか。やめだよ、泣きそうなんですよ。やめだよ。でもあの放題なんですかね、あれもよくできてるね。あの映画はね、忘れないけど、はいはい、どうですか、ココとリメンバーミー、どっちがいいですか。もちろんリメンバーミーの方がむしろね、ココの人がいいかもしれないですよね、うん。ココってある意味なんていうんですか、まあそれはそれでまあね、現代だから的を得てるけど、はい、まあちょっとね、まあ、ネタバレとまでは言わないけど、まあ、ネタバレですよ ね。でもあれはでもココはネタバレなんですかね。でもだからまあどういうこと、ネタバレやね。重要人物、重要人物、ね、でも最初から出てきちゃってて、ココおばあちゃんって言ってたら重要なココあって、うん、でもそのココおばあちゃんのね、あの物語の位置づけっていうのはやっぱりね、あの最初あんまり意識して見ないじゃないですか。そうですね、うん、だからそれがまたいいのかもしれない。そう、ひいおばあちゃんでね、ちょっとあれであんまりこう意思表明するわけでも、うん、なんとなくそこにこう座ってるおばあちゃんっていう感じだったんだけど、あのお父さん何でしたっけ名前。忘れちゃった忘れちゃったなんであの、ハリーじゃなくてそんなような、ってなんかやってますよ。いないとわかんない。いやでも忘れ、本当忘れちゃったの。ちょっと調べてみたい。ミゲルと犬はダンテってわかるんですよ。そうそうそう。そのお父さんの声優さんがすごい人なんだって。そうなの、うん、あ、そう、そこまで俺見てなかったんですよ。読む前に貸しちゃったからさ。そうだね、うん、書いたんだよ。すごい、今回ちょっとリメン、あの吉尾ブログ見てくれてる方がいるじゃないですか。ちょっとあの動画長くなるんですけども、でもすごい本当に今日はちょっと話が詰まってるんで、杉浦さん来てるんですね、うん、あとそうだ、結構ね地方の方多いんですけど、東京の方ももちろんいらっしゃるんですよ。多分ね、丸さんとかは多分都内に住んでる、あのあーちゃんグループの、あーちゃんグループっておかしいんですけどゆきさんの部下じゃないけど、なんつったらいいの、ファンの方たちね、あーちゃん、キー君のファンの方たちは下僕とか言っちゃダメですよ。下僕ってしもべ違う、俺はでもしもべですよ。そういうことで、はい、ただあの言うんですよ、みんな結構遠くに住んでらっしゃって住所とか知らないんですけど、でも本当都内に来た時はできたらパンチによってね、そうですよ、いただきたいと思います。あのみんなにまあ会いたいしですね、潰れちゃいますからね寂しいよね、潰れちゃう、東京来てさ、来てさ、閉まったら嫌だよね。だからさ、水曜日休みですからね、言っとかないと、潰れてるわけじゃないですよ、水曜日休みは。でも面白いですよね、杉浦さんともこうやってちょっと映画の話もそうずれちゃいますけど、まあね、リメンバービーずれましたけど、はい、YouTube で僕画面でずっと杉浦さんのことを見てて、うん、そうそうそう、でメッセージしてこうやって一緒に飲める感じになるっていうのは嬉しいこと。だから裏表がないと誘って答えてくれるじゃないですか、はいはいはい、それがやっぱりね嬉しいですね。まあ考えれば不思議なもんだよね、うん、不思議ですよね、不思議、そうそうそう、うん、ああいう媒体がねあって出会ったわけだから、それでこうやって会話ができる人ってなかなかいないんですよ。まあ意外とね、無理だよ、会ってみてへっていう風になるんですよ絶対とか思ってんじゃないですか
だから僕なんかは、僕なんかほら前さマスクとかかぶったりしてさ一生懸命こう痩せてる感じを装ってましたけど、もう今もう結構バレバレな状態じゃないですか。もうおっさんだし、出しちゃってね、出しちゃってね、全然かぶってねえじゃん。だからある程度もう自分を出し尽くしちゃった方が楽ですね。いいんですよ、もう信念があるんだから出しちゃって。ただ決してパンチンかぶってくる、あのハゲてるわけじゃなくて、ハゲてるわけじゃなくて丸坊主だから僕はいつもハンチングをかぶってるんですよ。こうずっとこうずれると僕は笑っちゃうわけですよ。初めて、うん、ないつもだけど、あの坊主テンパーなんですよ。もうそうテンパーだからいつもほんと5ミリとかにこう剃っちゃうんですけど、はい、テンパーの金髪だったよな前。銀髪です。ピアス開けてね、チャラチャラしてたんですよ。ピアスも開けて、で、こうドレッドみたいな、ドレッド、おお、そしたらまあややこしいやつでしたよ、はい、確かにややこしい、はい、だから決して、うん、そう、丸坊主ってやっぱり恥ずかしいじゃないですか。だからこう、だからね、いや恥ずかしくないですね。映画の 4DX を見に行くと、本当もうこう、こうなるわけですよ。聞いたんですよ、養老の一緒に見に行ったお兄さんに聞いたら、うん、いや藤原さんが大変なことになってましたよ。ホワーッて一回飛んじゃったんだって、ポンってボーンって持って、あーって言って、こう取りに行ってたって。あ、取りに行ったの。いや、恥ずかしいじゃないですか。あ、まあまあ、恥ずかしいってか、まあ、落ちたら取りに行くけど、落ちるんだ。すごかったらしいです、あのすごい揺れがすごかったんですって。スターウォーズですか、最後のジェダイ、最後のジェダイです。あのダークサイドバージョンとかなってて、あ、そうそう、ダークサイドバージョン、あれバージョンがあるんですか。その ODX がなんかもう痛いんですよ、動きすぎて。へえ、コーンってこうなんか落ちちゃうんじゃないかってぐらいの動きが激しいんだ。揺れでしたね。ジェダイバージョンもあるの。どうなんですかね。ありそうな気を。でも、あ、そうだ、ダークサイド、そのジェダイで思い出しましたけど、僕は今一番見たい映画は、はい、レディープレイヤー1みたいです。ああ、スピルバーグ。ちょっと見てみたいです、ね。すげえ見たい。ガンダムみたいなやつって。ガンダム出るし、なんかアキラのね。アキラのバイクとか、はい、出てくるし。もうでも絶対見るんですけど、アベンジャーズも。はい、でも別になんかもう、ちょっと惰性で見てるんですよ、僕。疲れません？疲れませんって言われてもね。杉田さん、アベンジャーズも見てるんですか？あね、全部じゃないんですけど、でも大体見てますね。大体見てますね。僕は一本も見てませんから。はい、マーベル、マーベル、正規みたいですね。アイアンマンが好きなんで、マーベル先に見てましたけど、あの、なんかね、もうね、宇宙人とか出てきちゃうと、あれで地球の中でこうハイテクな姿があって、戦ってきたわけじゃないですか。だけど、どん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 いろんなの来て、最終的に敵が宇宙人になっちゃうと、なんか、えってなんない？だスパイダーマンの世界があって、そこには宇宙人とかないわけじゃない。だけど、あ、そうだよね。例えばじゃあ、バットマンの世界に、最近もそのジャスティスリーグってやつで一緒になりましたけど、まあ、スーパーマンとかも宇宙人だけど、全部一緒になってたじゃないですか。でも別々の時ってゴッサムシティってものがバットマンの中にはあって、そこに宇宙人は出てこないじゃないですか。出てこないね。だけど、一色単になると、絶対に宇宙人が発生するんですよ。この世以外のものが、ね、あ、そうだ、あ、そこでも意外と重要ですよ。そうするともうだからバットマンなんかもう一番弱いわけじゃないですか、人間なんか、まあ、明らかにね。圧倒的にね弱いもんね。そうなってきちゃうんで、僕今この多分みんな騒いでこのアベンジャーズやら、ジャスティスリーグやら DC やらが一緒くたになる祭りをですね、皆さん楽しんでると思うんですけども、これちょっと一つ大きなこと言っちゃっていいですか。これは多分コミックとかそういう世界観を一気に壊す要因になる。だからこれがきっかけでどんどん壊れていくと思うんですよ。続けていくのがね、だって壊れていいんじゃないですか、あえて。いや、だからそういうこと言っちゃうんですよ。だってバットマンってだってさ、宇宙人出てこなかったじゃないですか。でもバットマンが好きな人ってあのダークファンタジーが好き、ダークの世界でアクションが好きで、ゴッサムシティが好きで、でもスーパーマンを好きな人とバットマンが好きな人は多分別だと思うんですよ。それが全部一緒になってしまうと物語性が全部統一されてしまうから、今の多分マーベルのファンっていうのはどうなんですかね。でもそれはまさに聞いても分かんないですね。分かんないね、何も見てないんですよ、すいません。でも今度はね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー合流した時に、ね、
余計そのね、もう宇宙人種ですからね、ちょっとさすがになんかちょっと世界観がね。でもラブが一番好きなんですよ、杉浦さん。いやだからなるほど、ラブが一番好きなのに、そんなマーベルで、マーベル、ね、マーベルも見るんで、ね、ラブ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 ってね、ラブが一番好きなのに、ギャスパーノエっていうね、フランスの監督が前エロ映画、セックス映画ですよ。まあ、3D の 3D の 3D です。ここで言っちゃった、6回見に行ったんですから。いや、4回です、ね、4回近かったんで、これ大丈夫、4回見に行った。もう6回って膨らましますよね、これ。で冗談で言ったら4回ってすごいなと思う。え、だあのだその上映の期間にってことですよね。そうですよ、もちろん映画館で 3D で見たのは4回だ。え、 3D なの？そう、 3D です。 3D でラブなんです、セックスで。もうベッドシーンが7割ぐらい、はい、もうほぼ、じゃあほぼ AV ですか。でもなんかフランスのいわば文化庁みたいなところから助成金が出てるんです、その映画は。あの 3D で撮るってやっぱね、制作費がかかるんですね、倍とか3倍とか。なんでそんなに出てんだろう、なんでそれ。でも AV の芸術ですよ、芸術。ストーリーが、あ、ストーリーが、美しいセックスというものを、セックスというものを、あの美しくオナニーというものを。詰まってます。ちょっと待って、違います。ちょっと酔いどれしてますが、なんかどんどんアダルティーなね、なんかお酒飲んでる。これ初めて見た人、なんかそういうあれだって思われるんですけど、いや、そうじゃないですよ。あの吉尾のこのブログの方はまだそういう単語出しても平気なんですよ、はい、メインのチャンネルの方で、あのセックスやらそのなんか言っちゃうと、もうあーちゃんが震えるようにチャンネルがすっ飛びますから。マジで、じゃあちょっとそこカットして吉尾チャンネルの時やってください。オナニーとかダメだよ。いやでも人間が生きていく上で必要な行為ですからね。 そうですね。それがなかったらもう街中大変、大犯罪ですよ、大犯罪ですよ、うん、俺なんかザ・レイプ田中優子ですよ、うん、ちょっと待ってください。危ないよ。だからそうなんですよ。そんな力説しなくてもそうなんだ。え、どんどん私はアブノーマルなね、こう位置づけにキャラ付けするのやめてほしいんですけど。ね、そうそうね、うん、いやでもそのくらいの方がでも見てる方が面白いですよね。まあそうかもしれないですね、うん。ちょっとこの辺で一回ちょっとじゃあ締め、そうですね、ますね。長ま長くなっちゃうと、もう多分これカットするとこないんで、今回の話、ね、面白いんで、ね、じゃあ、あの、そうですね、あのせっかく来ていただいたので映画の話は。いや、まあまあなんか最後にしてくれ。あ、そうそう、だからこれを最後締めますけど、はい、吉尾ブログは本日は、杉浦さんが乱入していただいたんで、はい、今日は、このまんまもうあのさっきの動画に本当はあの時計のバンドの紹介レビューしようと思ったんですけど、だけどこっちの方が面白いんで、こっちを上げさせていただきますので、今日はちょっと長めの動画でこれを凝縮してビビッとやらせていただきますので、じゃあ、 あの杉浦さんせっかくなんで、はい、あの最後にちょっと一言言ってもらって、シネマジャックの宣伝でもいい、何でもいいんですね。まあ、酔いどれあのシネマジャックというあのチャンネルを、はい、あのやらさせていただいてまして、吉尾チャンネルさんとはあの非常に1年ほどですけど仲良くあのさせていただいてます。あの、まあ、なかなかね、吉尾チャンネルさんみたいにこういうたくさんの人が集まるポピュラーなチャンネルではないんですけれどもね。あ、でもダメですよ、僕吉尾ブログのこれを見てる人は吉尾チャンネルをあんまり知らない人も多いんで。あ、そっか。あのまだお互いに、まあ、ああそうです、ね、そうです、何吉尾チャンネルあんまり多くねえなってなっちゃうんで。ああ、はい、そうですね、まあ共に共に、はい、はい、頑張ろうと思います。成長して盛り上げていきたいなというふうに思ってます。ということで、まあ、酔いどれシネマジャックはまあ、新作映画とあとおすすめの旧作映画を、まあ、私の独断と偏見と、に偏ったですね、妄想トークで、紹介をさせていただこうというちょっとある意味変態的な、そうですね、あのエロという意味じゃない、うん、必ずしも、ね、エロという意味ではないんですけども、まあ、非常に変態的なアプローチで、紹介していこうというチャンネルですので、あの合わせて酔いどれシネマジャックも見ていただけたら嬉しいかなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。概要欄にアクセスウェブ貼らせていただいて、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、良い夜を。明日も仕事だからね。あ、じゃあ、良い夜を。